はい、こんにちは。ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。はい、今日はですね、なんとあのバイビットからですね、ウルトラマン NFT が上場するということで、おめでとうございます。ということでですね、今回あのウルトラマン NFT に関してちょっとサクッとこの動画でお届けしたいなと思います。はい、それではレッツゴー。はい、ということで、ウルトラマン NFT はザナの、プロジェクトでありまして、このザナって何って思う方いると思うんですけれども、はい、ザナに関してちょっと、簡単にご説明していきたいと思います。はい、メタバースブロックチェーンテクノロジーということでですね、本当にあのメタバースに特化したプロジェクトになっています。はい、2年間にわたる国際的な開発ということでですね、15カ国以上から集まった100人以上のチームメンバーによって開発されということで、世界、本当にワールド、世界的にあの開発者の方が携わっているプロジェクトになっています。パートナーシップということで、はい、江東区だったりウルトラマンだったり、はい、あの私たちが目にしたことのある会社アトムとかですね、本当に日本に馴染みがある会社だったりとか、キャラクターだったりアニメーションっていうのが、ここであのパートナーシップを結んでいます。はい、で NFT ゲーム無限搭載ということで、こちらに、はい、ナンバーワン、ネットフリックスアニメウルトラマンとのコラボレーションと書いてあります。はい、サクサクいきましょう。選ばれる3つの理由ということで、高いスピード、低コスト、メタバース特化ということですね。はい、人類のメタバースへの移行のためにということで、まあ、ここの中で一番魅力的なのが知的財産権ということで、あのクリエイターさんだったりとかブランド、企業ですね、ここが収益化できる機会をここが設けてくれていますっていうのが結構大きなポイントかなと思っています。はい、で、圧倒的な競争力ということでですね、あの競合他社みたいな感じですね。はい、ここグラフにまとめてくれています。はい、まあ、メインでいうとサンドボックスだったり、あのアクシーインフィニティだったりっていうのが競合ではあるんですけれども、やっぱりザナの方が丸がついているものが多いですし、あとなんといっても魅力なのがまだ未上場なんですね。なので本当にこれから大注目の、はい、銘柄となっています。はい、ということでこういった感じです。ザナのマーケットプレイス、あのザナの NFT マーケットプレイス、ザナリアを見ていきましょう。はい、これが、ウルトラマンジェネシスになるんですけれども、ジェネシスコレクションの、NFT コレクションになります。はい、これが、約、まあ、367ドルで販売がされたんですけれども、ここのフロア価格が約 0.25 イーサリアムなんですね。はい、でこの 0.25 イーサリアムっていうのが約日本円で8万5千円になっています。なので約買ってから2倍以上の値をつけているということになります。はい、だったりとか、もう買った時点からもう価値が上がっているのがこのウルトラマン NFT であるんですね。はい、で、1、2、3回やられてるんですけれども、これが第1回目が、はい、第1回目がですね、約244ドルでですね、フロアのそのイーサリアム価格がなんと 0.392 ということで、約 0.4 イーサなんですね。で、これが 0.4 イーサってなると、はい、約日本円で13万6310円ということでですね、はい、めちゃくちゃ買った時点から爆上がりしていることが分かります。はい、でこの大注目のウルトラマン NFT がですね、そのバイビットの NFT に上場するということで、4月の21日にですね、はい、上場します。はい何回言うんだよっていう感じなんですけど、はい、ちょっともう一回ですね、また話を戻して、次はツイッターを見ていきましょう。はい、今ホワイトリストやってます。これがまた違うんですけど、ウルトラマンジェネシスの NFT ということで、はい、こっちは本当に価格が高い方のウルトラマン の NFT になります。はい、これ今ホワイトリストやってます。どんな方でもご参加いただけるので、はい、ぜひぜひ参加してみてください。概要欄の方にあの URL 貼っとくので、そちらから皆さん参加してみてください。
残り6日となっています。まだまだ余裕があります。はい、ということで、はい、ウルトラマン NFT に関して結構みんなツイートされてるんですね。こういった感じで、はい、ということで、はい、ウルトラマン NFT なんですけれども、ホワイトリスト抽選ということで、本当に100万超えの流通実績もあるということなので、本当に大注目の NFT になっています。はい、これがゲットできる素敵、すごい素敵なチャンスになっているので、ぜひぜひこのホワイトリストに関しては無料で参加ができるので、ぜひぜひ参加してみてください。で、ちょっとまだよくわからないよという方、ツイッターの方とかでウルトラマン NFT と検索をかけていただくと、結構本当にいろんな方が投稿されているので、そういうところも見てちょっと情報収集もしてみてください。はいはい、ということで、今これ見ていただいてると思うんですけれども、このとてつもなくかっこいいこのウルトラマンの NFT が、バイビットから上場します。21日ですね。はい、で価格が20ドルととても購入しやすい価格になっています。で2000点予定しています。本当にすぐになくなるかなと思うので、買ってみたいなって思う方はですね、ぜひぜひですね、21日に、はい、購入してみてください。なんかまだ NFT 購入したことないよっていう方もですね、20ドルというすっごい購入しやすい価格帯なので、初めての NFT で結構手がつきやすいんじゃないかなと思います。個人的にはこれ20ドルで買ったとしても、まあ、3倍ぐらいの価値に跳ね上がるんではないかなと予想をしています。はい、ということで今回は、バイビットから、21日に上場するウルトラマン NFT に関して結構さっくりとご紹介をさせていただきました。いかがだったでしょうか。ウルトラマン NFT ですね、今回の、価格が20ドル2000点ということでですね、結構初めての方でも手に取りやすい NFT の価格帯でもありますし、結構日本にゆかりのあるアニメーションでもあるので、なんていうんですかね、初めての方でもとてももらいやすい NFT かなと思います。はい、ぜひぜひですね、ツイッターの方とかでも結構私もリアルタイムで情報発信させていただいているので、ツイッターの方も、チェックいただけるととても嬉しいです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。なんとですね、ゆるふわ仮想通貨チャンネル2000人を登録者数2000人を突破しました。はい、皆様本当にいつもありがとうございます。はい、やっとですね、2000人に達することができました。はい、皆様の応援のおかげです。いつも本当にありがとうございます。これからもですね、地道にコツコツと頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はゆっくりとウルトラマン NFT をご紹介させていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。